ウェルカムトゥーおかみず酒 ABC 3代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。このチャンネルは日本酒の魅力を海外の皆様に分かりやすくお伝えするチャンネルです。皆様は酒カクテルを飲んだことがありますか？日本酒は割ったりせずにそのまま飲む印象が強いかもしれませんが、前回の動画でもご説明した通り、水割りやソーダ割りなどでも美味しいんです。しかも日本酒は甘みと酸味のバランスが程よく、実はカクテルのベースに適したお酒なんです。今回の動画では日本酒をベースとしたカクテルはジンやウォッカなどをベースとしたカクテルとは何が違うのかをご説明いたします。そして簡単で美味しい様々な酒カクテルのレシピもご紹介したいと思います。 Let's get started! Here we go!のベースとしておなじみなのはウォッカやジンなどの蒸留酒です。蒸留酒はアルコール度数が40度前後と高いものが多いです。一方で日本酒は蒸留酒ではなく醸造酒です。そしてアルコール度数は15度程度と蒸留酒と比べて低いことも特徴です。なので日本酒ベースのカクテルは比較的アルコール度数が低いものが多く、アルコールに弱い方でも楽しみやすいカクテルになります。また日本酒のふくよかでマイルドな味わいは蒸留酒よりも飲みやすくて、ジュースやリキュールとも馴染みやすく、カクテルにも向いています。ここからは簡単にできるおすすめの酒カクテルをご紹介いたします。まずはフルーツで割ってできるカクテルです。有名で人気なのはライムで割ってできるサムライロックです。氷を入れたグラスに日本酒を注いでライムを絞ってステアするだけです。日本酒特有の香りが苦手な方でもライムによって抑えられて爽やかで飲みやすくなります。他にもトマトジュースで割ってできるレッドサンというカクテルもあります。氷を入れたグラスに日本酒と同量のトマトジュースを入れてステアするだけです。トマトの酸味と日本酒の旨味がマッチして非常に飲みやすくなります。他にもオレンジ、アップル、グレープフルーツ、パイナップルなど様々なジュースでも楽しめますので、お気に入りを見つけてみてください。作り方はレッドサンと同じで、氷を入れたグラスに日本酒と同量のジュースを入れてステアするだけです。さらにソーダなどを足してアレンジしてみても良いと思います。また日本酒で作るサングリア風のカクテルもおすすめです。この時用意する日本酒はフルーティーで甘さを感じる吟醸酒がおすすめです。作り方は簡単です。お好みのフルーツを用意して細かくカットしておきます。ブルーベリーなどのフローズンフルーツとマンゴーやパイナップルなどの甘みの強いフルーツを入れておくのがおすすめです。フルーツをグラスに入れたら日本酒を注いで少し潰すように混ぜたら完成です。飲みながらフルーツも全部食べれるのでデザート感覚で楽しめます。今回は簡単にできるフルーツ系のカクテルをご紹介いたしましたが、他にもコーラで割ったり紅茶やコーヒーで割ったものなど、ジンやウォッカで作るカクテルと同じようなレシピが日本酒でもたくさんあります。酒カクテルは日本酒の割合や割り方、温度を変えたりするとさらに味わいが変化して楽しめます。ぜひいろいろ試して自分好みの飲み方を見つけてみてください。今回の動画はいかがでしたでしょうか？日本酒って面白そうだな、美味しそうだな、飲んでみたいなと思っていただけたら大変嬉しいです。 Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you next time.